株式会社井上総本社株式会社井上は、岡山県倉敷市にある総裁業。1913年、前身となる井上総具店を、井上法一の祖父である、井上英治が創業。井上家は大来室界隈に住む郷氏の家柄で、豪氏は、武士の身分だが、長らく平和の続いた時代では土着の百姓とあまり、変わらず、漁をしたり田畑を耕したり、 時には代償家の手伝いなどもしていた。井上栄治の父は四十歳の若さで亡くなり、高等小学校を卒業すると大工に弟子入りをした。そして二十歳になるまでには一通りのことはこなせるまで物を身につけていた。方向先が宮大工の流れを組んでいったため、栄治自身も大工というよりは建具職人としての技術を得意としたが、そのことが将来独立して、 葬具店を営む契機となった。明治時代以前は、地区の世話役が葬儀の段取りをすべて行い、もしも世話役の指示に口を挟むことはなかった。しかし、爆藩体制の崩壊で、人々の往来が激しくなった、市街地ではあちらこちらから異なる習慣や、職業の人たちが流入したことにより、以前のようなまとまりが次第に難しくなった。明治の末頃からは、 葬儀司祭を行う新しい職種としての葬儀屋が必要とされるようになり、井上葬儀店を創業するに至った。昭和25年頃には、倉敷市役所でも葬儀サービスを始めて、バス型の霊柩車を稼働させるようになったため、京都まで出かけて、宮型の霊柩車を購入する。昭和30年代頃には、道具類の用意だけでなく、葬儀全般にわたって、 依頼を受けることが次第に多くなり、葬儀に関わる人員の手配なども行うようになった。ニーズは、葬儀専門店から、葬儀社へと変わりつつあった。昭和40年1月、それまでの個人商店だった、井上葬儀店に変えて、有限会社、井上葬儀を設立。代表取締役に井上凡一の父である、井上哲次が二代目社長へ就任。 昭和50年代に入ると各家族化による住居の狭さやマンションなど高層建築に住む人の増加などで葬儀専門ホールの必要性が感じられるようになってきた。特にマイカー時代の到来で改装様式が変化し駐車場を完備した最上建設の検討を始める。1977年2月、井上哲司は12年前に設立した有限会社。 井上葬儀を株式会社井上に改祖。1985年4月30日、二代目、井上哲次が会長になり、井上坊一が三代目の代表取締役社長に就任。1990年6月に株式会社井上、総本社、エヴァホール倉敷が完成。西日本随一の規模となり、数々の葬儀、法要が営まれ。 全国でもトップクラスにランクされるようになる。1997年4月、開放し、儀礼文化を創刊。現在では、総合総裁式場、エヴァホール、家族層のファミリーへ、事情案を、岡山県内に、グループ全体で19の総裁場を展開する。その他のグループ会社として、物具店の株式会社ホーリンやペットのセレモニーを行う。 ペットピアを展開している。2014年創業100年を迎える。1、私たちは何よりも人の命を尊び人の心を大切にします。1、私たちはあらゆる人の幸福と繁栄を願います。1、私たちは地域社会の発展のため貢献します。1、私たちは儀礼の心を育み構成に伝承します。 1. 1私たちは自らを磨き職務に誇りを持って、業務を遂行します。1. 返事と同時に行動せよに、自分がやらねば誰がやる3、今やらねば何時できる4.24時間仕事と思え。1. 書籍、株式会社井上百年の情勢強く、優しく、情けに、熱くより ISBN 9、9兆7849億676万5102。 エヴァホール家族層のファミリエ事情案祈りの専門店、ホーリンペットピア。ありがとうございます。